無事に到着しました。アリテラスです。アリテラス下道は気持ちよかった。変な道誘導されたけど。おはようございます。こんにちは、こんばんは。おはようございます、青です。あー、米田。はい、今日は暑くなる前かな、買ってたんですけど、フリーズテック衝撃という商品を着ています。どういうものかというとですね、汗と風で驚異の冷感が持続。ということで、汗をかくと、この素材が涼しくなる。あと風を当たるとね、という商品です。まあ、これを、これをですね、買ってたの忘れてまして、一度これを着てツーリングに出かけたいと思います。実際涼しいのかどうか、接触冷感からさらにマイナス 1.4 度、涼しくなるっていうことですね。50回洗っても持続するらしいです。あー、なるほどね。普通にアウトドアとか行くときもこれ着てたら涼しいっていうことだね。今日は青グーズベースメントルームです。あ、鼻が出てくる。メダカちゃんがたくさんいます。ということで、この商品を着てツーリングに行きたいと思います。行ってきます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。青グです。今日はリベンジします。納車してすぐに憧れの行ったことなかったんで、ハリテラスに行ったんですけど、まあ初めて行ったんで、まあ GoPro も撮れてなくて、お目当てやった喫茶店もお休みやったりやったんで、今日はにぎわっているだろう日曜日を狙ってハリテラスへ行きたいと思います。天気はちょっと曇っております。明日は雨みたいなんで、ちょっと心配やね。降られるかな。もうすぐ1時間ぐらいかな、運転して1時間経ってるんですけど、フリーズテック、涼しくなるインナーウェア、かなりこれいいですわ。もっと早く来たらよかったと思って。涼しい、黒いからね。
なんか暑そうに見えるんやけど、結構涼しいです。これはいいですね。4ヶ月前にハリテラスには行ったんやけど、でその後なんか新しいお店もできてるみたいで楽しみです。お昼ご飯はそこでハリテラスでちょっと食べようかなと思ってます。卵屋さんやったかな、なんかそんなお店ができてるみたいで、うん、フリーズテック最強や、涼しいわ。もっと早く来たらよかった。いきなり山道に入ってしまったが大丈夫なのかな。地図がまた Google マップのえらい道誘導ちゃうん。山の中やから涼しいからええねんけど、こういう道は心細い。怖いな。お化け出てきそう。なんじゃこりゃ。お、抜けたかな。およそ200メートル先、左方向です。抜けたかな。さあ、山の中から、山の中から抜けたらバーン、畑。まだ山の中入んな。前は高速道路で行ったんですよ。ただ高速道路風がきついんで、まあゆっくり下道で行けばいいかなと思って来たんやけど、なんとも誰とも会わないっていうのはちょっと寂しい、不安に思う。また山の中や。およそ600メートル先、左方向です。出た、道の駅ハリテラス。あー、よかった、文字ついた。いやー、山の中どうなるかと思った。どっちから入ろう。結構バイクが止まってるね。回ろうか。あ、そこでもよかったな。ちょっと待って。これや。着いた。はあ、きつかった。で、ピレンはいい日な。無事に到着しました。ハリテラスです。ハリテラス下道は気持ちよかった。変な道誘導されたけど、まあ、無事に着いてよかった。これから気になる店、卵のお店に行きたいと思います。で、昼飯を食べる。行ってきます。じゃーん、卵かけカレー。で、
です。いただきます。いただきます。これめっちゃうまい。卵を黄身だけ割って、黄身と卵ちゃう。黄身と卵違う。黄身とご飯を混ぜて卵かけご飯にして食べます。とカレーと混ぜてカレーライス。めっちゃうまい。普通に美味しいわ。はい、ハリテラスでした。無事に来れてよかったです。ご視聴の方ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、さようなら。